石5兆6兆ぐらいの、ね、効果を出すことができますので、今の時期にお試しください。小川慎弘です。はい、今回の動画は首ダイエット、太い首の原因を丸々1分押すだけで細くさせる方法をあなたにお伝えしていきます。まあ、今回のね、首ダイエットなんですけども、もうまさにね、首を細くするんだったらもうね、間違いなく今の時期ですね。まあ、マスク同様に隠せると安心しちゃうんですよね。まあ、これから徐々にですね、寒くなっていくにつれて、こう衣替えでね、上からジャケット羽織ったりとか、首元まで隠せる服を着たりとか、そうなってしまうと、まあいっかってなっちゃうんですよね。もうどうせね、後々またやるんだったら、もう今のうちにですね、これから寒くなって首元が隠れる前に、ぜひね、この方法で首ダイエットをお試しください。首ダイエットなんですけども、丸々を緩めることで首痩せ、であとは首こり、肩こり、あと猫背、バストアップ、呼吸もしやすくなるってね、すごいね、一石五鳥六鳥ぐらいのね、効果を出すことができますので、まあ気になっている方はですね、ぜひこのね、寒くなっていく前に、今の時期にお試しください。ではね、早速やっていきましょう。もう今回ね、ミッション1個だけですね。まあ、1分なんですけども、これ両方同時にできないので、ちょっと片方ずつ1分1分っていう形でちょっと見せていきます。狙うのはですね、このね、丸々っていうのはこの胸の筋肉ですね。どうしても手を普段前で使うことによって肩がねじれる、ここで腕を上げたり下げたり使ったりすることで、この胸のね、筋肉、この表面で大胸筋っていう筋肉が張ってくるんですけども、今回狙うのはその大胸筋の1個後ろ、小胸筋っていう筋肉を狙っていきます。で、まずね、手をちょっと広げてもらって、脇の下からまずこの大胸筋という筋肉を触ります。で、その奥にですね、小胸筋という筋肉が縦なしているので、その筋肉を引っ掛けて内側にぐーっと引っ張りたいんですけども、小胸筋がどれかっていうのがね、多分分かりづらいと思うんですよ。縦に走っているので、なんか縦に走っている筋肉みたいなのがあれば、まあ、それなんですけども、もし分かんなくてもですね、もう大胸筋ごと中に内側にぐーっと引っ張ると小胸筋ごと引っ張れますので、その際ポイントとしては、手のひらを外開くんではなくて内側にねじります。外に開いてると大胸筋が緊張してるので、内側の筋肉までちょっとね、届きにくいので、内側にねじって、そうすると大胸筋がね、結構ふにゃんって力抜けますから、その内側ねじった状態でしっかり脇の下からこう横向いてグーッとかき上げて、束で筋肉をつまいます。で、このまま中心に向かってグッと引っ張り上げます。ではもう内側に向けたまま、そのままダラーっとしていきましょう。このままですね、1分間内側に筋肉を引っ張り続けるんですけども、でいきますね。で、用意スタート。で、鏡とかね、もし目の前に置いてるんであれば、鏡を見ながら見てもらうとですね、だん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 ね、この小胸筋つまんでる方の首がね、ほっそりしてくるのが分かると思うので、ぜひね、鏡をじっと見ながらやってみてください。あとはですね、まあ、この猫背とかの、猫背とかにすごく関係する筋肉なので、だんだんこう肩周りのね、血流良くなったりとか、ちょっとポカポカしてくるとか、そういったね、反応も出ます。で、終わった後はね、本当に首も肩も猫背もで、バストアップも呼吸も、そして首がほっそりするっていうね、すっごい欲張りね、ケアですので、まあ、ちょっとね、楽しみにしておいてください。で、手疲れたらね、緩めてもらって OK です。で、もう一回掴み直して、また内側にグッと引っ張ります。はい、これで60秒ですね。さあ、離します。どうでしょう、もう触ってもらってもこっちすっごいスッキリしますね。だと肩回してもらってもう全然軽さが違うし、バストの張りも出てるし、首も軽いですね。はい、では今度反対をですね、また同じく緩めていきますね。じゃあ手をね、上げてもらって、また内側ねじって、脇の下から大胸筋をしっかりとつまみます。できるだけ大きく筋肉の束をつまんでください。つまんだら内側に寄せて、で、腕はですね、内側向けたまま、そのままダラーンとしておいてください。で、このまま1分ですね。で、よーい、スタート。まあ、掴んでる手の方がね、ちょっと逆に疲れるっていう方もいるかもなんで、もしね、途中しんどかったら30秒、で、また30秒ってことで、30秒ずつ交互にね、やってもらっても大丈夫です。まあ、30秒ぐらいでもですね、十分効果出ると思うので、なんだったら片方30秒ずつで合計1分っていう方法でも大丈夫ですね。もうなんかすでにこう左肩軽くなってきて、首なんかも動き軽くなってるのが分かりますね。
はい、これで60秒ですね。さあ、首触ってみましょう。あ、もうかなりスッキリしてますね。で、肩の動きなんかもすっごい軽くなってます。寒くなる前にぜひね、首痩せダイエットして冬場に備えてください。はい、では今回のね、動画をおさらいしていきます。今回ね、首ダイエットなんですけども、やり方はですね、手を横に開いてもらって、ちょうど脇の下から大胸筋ですね、つまんでもらうとかなりの厚みで筋肉があります。その奥に小胸筋がこう縦に走ってるんですね。その筋肉ごと内側に引き寄せます。今手を、ね、横に広げてるんですけども、手のひら前に向けてる状態だと大胸筋がちょっと緊張してる状態ですので、これを内側にできます。そうするとね、もう大胸筋ふにゃふにゃでちょっと筋肉緩むんですね。この緩んだ状態でしっかりと大胸筋をつまんで内側に寄せます。で、これね、まあ、片方60秒ずつなんですけども、長かったらまあ30秒、そして反対の30秒っていう形で交互にやってもらっても OK です。はい、まあ、もうさっきやってる2回目ですけど、さらに軽いですね。今何かして緩めた後にまたこう、ね、説明とか手を前で使ってると、またねこう緊張してくるんですね。ですので、手はもう前でしか使うことがほとんどないですから、使ったら戻すってこのリセットが必要です。ですので、まあ、首がねなかなか細くならないという方は、もうね気になった時にしっかりと小胸筋を緩めて首ダイエットですね、まあ、寒くなる時期に向けて隠せる前に、まずは首ダイエットして秋から冬へと備えてください。で、今回の動画を見てね、いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。